以上です。それではご質問を受けいたします。マイクを回しますので社名と氏名を名乗られてからお願いいたします。まずは産地者基地通信さんからお願いいたします。すみません、幹事社の G 通信です、はい。幹事社の方から、3点、質問させていただきます、はい。まずパブリックコメントですが、受付数でいうと約2万人の市民の方から意見があったわけですが、これだけ多く集まるということはなかなかパブリックコメントではないと思いますので、まずその、理由を市長どのように考えておられるかということと、あと、目を、市長通されているのであれば、これは市民の方の方がの言っている意見が合理的だなと考えてですね、草案なんかで変更を考えているものがありましたら教えていただければと思います。数が多いのはやはりそれだけ関心が高い、関心を持っていただいたということですね。非常に感謝しています。やっぱりこういうのは住民の皆さんが関心を持っていただかないと行政は動きませんから、このような形で行政について、厳しくチェックしてもらうという意味で、これだけの数のコメントを寄せていただいたことは非常に感謝です。ただ全有権者の数からすればそれでもごく一部ということになってしまいます。数だけからすればですね、ただ数ということだけじゃなくて中身が重要ですから、しっかりこれは行政組織としてもですね、この中身についてはしっかり勉強させてもらって今後の市政改革案の取りまとめに活用させていただきたいと思っています。僕自身は全部目を通しておりませんし、これからも通すことはできないと思います。概要版について市政改革室が、取りまとめをしてくれてますので、そういう概要版を持って、市民の皆さんの考え方だったり、その動き、トレンド、流れ、そういうものをしっかり把握していきたいと思いますが、局はこれ全部整理をしていますので、局を通じてパブリックコメントの中身、市民の皆さんの考え方というものを局を通じてしっかりと僕も認識をしていきたいと思っています。ありがとうございます。2問目なんですが、浪速区の特区構想今日発表されたということですが、西成区に続いてということで、浪速区について第3弾で今具体化してきているものが あるのかということとですね、あと市長として浪速区で第3弾、浪速区に続いてということです。でもそんなの今言えないじゃないですか。わかりました、はい。あと市長としてですね、それぞれの区で考えてもらうことであるかもしれないんですが、大阪市それぞれそれぞれの区に特色があると思うんで、この区でこういうような特区をやったら面白いんじゃないかということは市長の中で今考えとしてアイデアとしてありますでしょうか。いや、だからそれがあればそれは発表しますので、今浪速特区をやっとこれ出したところなので次々って言われてもまた次考えますから。わかりました。最後の質問なんですが、関西電力への株主提案の関係です。昨日7日にですね、株主総会の招集通知を関西電力が出しまして、はいはい、そこでいわゆる大阪市の全原発廃止という提案に反対する意見を取締役会として関出さんはつけたわけですが、これについての市長の受け止めを、お願いしますということと、こういうふうに関連側の姿勢が明確にある意味になりましたので、市長として総会では、経営陣を前にどのような意見を述べたいかということをそれは総会で言います。はい、はい。あと反対の意見をつけたことについての受け止めは、それはね、それは関連の取締役としての経営陣の方針ですからね、ただね、やっぱり世の中のトレンドっていうものをこう感じて、将来をしっかり見据えた経営しなきゃいけないと思いますね。日産のカルロス・ゴーンさんが10億円の報酬はもう全く当然のことであって、やっぱり先を見据えた経営っていうものをしっかりする経営者っていうものはそうなるんでしょうね。もう原発事業というものはこれから、ね、どんどん伸びていくということは日本ではないですよ。もう無理ですって。で、一つに、やっぱりそのこの地震国家において、ね、これからどん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 、原発を同じようなコストで事業展開できるかといえば、もうこの福島の事故が起きた以上国民がなかなか許さないでしょう。それから使用済み核燃料の問題、これも日本においては全く未解決、解決する目処も立たない、使用済み核燃料の問題が解決しないのに原発事業だけ推進するなんていうことも、これも原理的にそれはもう無理です。もう原理的に事業の欠陥ですよ、これは。それからね、
これから家庭用電力の自由化、発送電分離を含めて、電力自由化が始まっていくと。で、電力自由化が始まっていけば、これは競争条件についての、公正性というものが一番、求められるところですから、原発事業だけにね、莫大な税金を投資するってわけにはいかないでしょう。まあ、そんなことをやってしまうとね、競争条件保てなくなりますから、まあ、それでも再生可能エネルギーについてどうなんだっていうようなこともありますけど、まあ、あれは固定価格、全量の固定価格買取制度で、まあ、利用者負担で電気料金利用者負担でこう賄うようなこう制度ができていきましたけれども、まあ、このあたりは政策判断なんでしょうが、まあ、それでも自由化というものが進んでいけばね、それは原発事業の方にバンバカバンバカ税金が投入されるようなことはもうなくなってきてしまってですね、そうなると原発事業発電コストはどんどん高くなりますから、やっぱり事業としては今日明日ゼロになるということはないのかも分かりませんが、原発事業を発展させていくという方向性はもう今の日本では取れないというふうに早く経営陣が認識をしなきゃいけないですね。じゃあそういうトレンドの中で、どういう電力会社の経営をしなければいけないのか、まあ、それを考えるのが会社経営、まあ、トップの責任だと思います。そういう意味ではちょっとこれからの原発事業が伸びていくのかどうなのかということについて、賢明な認識をされているとは僕は思いませんね。ありがとうございます。幹事社としては以上です。ABC 木原です。よろしくお願いします。はい、まずなにわ特区の件ですけど、これは市長の発案だと伺ったんですが、どういうきっかけで、理由でアイデアが浮かばれたんでしょうか。いや、なにわ区に空き地が多いというのは聞いてましたのでね、ただ空き地利用に関してまたいろんな税金を使ってあれを作るこれを作るということになれば、またこれ僕らは倒産のリスクを負っていませんから、勝手にあれを作りこれもやりということで税の無駄遣いになってしまうかもなってしまう危険性も高いわけで、まあ、僕はとにかく環境、そういう市民の皆さんや府県民の皆さん活躍する環境を整えることが行政の役割だというそういう持論がありますから、まあ、そうであればこれだけの空き地があるんであればそれを使っていただくと、そういう環境を整えるところまでで、あとはどう活用してもらうかはもう民間の皆さんにお任せする、まあ、その時の最大のネックといいますかポイントが、まあ、貸付料といいますかね、まあ、賃料の部分、やっぱりこれは大阪市役所全体のルールからすれば、そういう資産について貸し出すということになれば賃料を取らなければいけませんけれども、まあ、そこは一回西成でここだけエコひいきするんだということで西成特区構想ということで進めていますから、まあ、浪速区において特に空き地も多くで駅前ですごい有効活用ができるできうる、まあ、場所にですね、空き地がちょっと目につきますのでね、そうであればここだけある意味特区みたいな形で、貸付料無料に、まあ、できないかということを局に、まあ、検討指示を出しましたら、まあ、局もできるということになりましたのでね、まあ、浪速区区役所中心に関係局、もうこれはもう一つ何かやろうと思ったらものすごい調整が必要なんですけども、浪速区長を中心に関係局全部調整してくれてですね、まあ、こういうことを実行できるようになったんですけどもね、まあ、あとは本当にそれを使ってくれるかどうかですけども、それはもう民間の皆さん次第です。何か海外にモデルとかあったりするんですか。いや、モデルってわけじゃないんですけども、例えば台湾行った時も夜市とかね、それから韓国行っても何でもんとんでもんがあったりとか、まあ、バザール系なんていうのはもうどこ行ってもそういう空き地みたいなところでバザールがあってですね、すごい活気を呈していましたので、まあ、そういう形でバザールじゃないですけども露天、まあ、露天商なのかどうなのか分かりませんが、そういう形で、ね、人物が集まってくるような場所になればいいなと、香港行った時もそうでしたし、大体海外の諸都市行けばみんなそういうバザールなんていうものが活気を呈していますんでね。それとパブリックコメントで、一番意見の多かったのが市民交流センターですが、で先日市長は同和行政としての歴史的役割は終えたんじゃないかというふうに発言されたと思うんですが、まあ、確かに同和行政としての役割はそうなのかもしれないんですが、実態としては今
外国人の日本語学校に使われているのがほとんどだというふうに聞いてるんですけれども、市長の中でその定住外国人に対する施策っていうのはやっぱり優先順位低いんでしょうか。いや、そんなことないですよ。だからそれは別に市民交流センターでやらなくても、その地域特有に残ってしまったその施設でやらなくても一般の施設でやってもらえればいいと思うんですね。だから今の市民交流センターっていうものは歴史的な経緯から特定の地域に、これは存在する施設ですから、もうそういう特定の地域のみに存在する施設なんていうのはもういいんじゃないでしょうかね。だからそれは区民センターとか区役所だったり、その他のそういういろんな施設で、中身のその事業自体はしっかりやってもらえればいいと思ってます。だから事業自体は僕はしっかりやってもらえればいいと思うんですけれども、そのハード施設箱物についてはその特定地域特有の施設っていうものはできる限りもうなくしていくべきだというふうに僕は、知事時代からもう言い続けてきましたから、そういう方針で臨んでいきたいと思いますけどもね。もう一つだけ、国政関係ですけども、都構想法案について前原政調会長が、今国会での成立を意欲を示されてますけれども、今一度確認したいんですが、今国会で成立したら維新の会の国政進出はなしですか。僕はそんな積極的に考える必要はないんじゃないのかなというふうには思いますけどもね。もともとそれを目標に、掲げてやってきたところでありますので、それが成立しているのにじゃあ何のためっていうことにも理由とか説明が必要になりますのでね。ただ維新の会ではそれはまだきちんと測っていませんから、今やってる政治塾とかそういうことはきちんとしっかり、それは継続してやっていきます。政治塾は何のために続けるんですか。それは別に、政治家目指す人たちがいるんであれば、そこで、一緒に勉強して、さまざまな道に進んでもらえれば、それはそれでこれはプラスですからね。わかりました。ありがとうございます。